本日はテンプル大学ジャパンキャンパス障害教育プログラムが主催する英語コース対象のオンライン説明会にご参加いただきありがとうございます。本日司会進行を務めさせていただくアシスタントディレクターの矢田部奈々と申します。この説明会ではなぜテンプル大学が英語学習に最適なのか、そしていくつかの英語コースをピックアップしてご紹介しながら、限られた時間ではありますが、アメリカの大学が提供する公開講座の魅力を最大限お伝えできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。本日の説明会の概要です。まずはテンプル大学ジャパンキャンパスでどんなことが学べるのでしょうか。それぞれ学位プログラムや学位取得を目的としないプログラムがあり、学部課程をはじめ大学院課程まで様々なアカデミックプログラムを提供しています。続いては、障害教育プログラムの入学基準について、英語のスコア結果や証明書、出願書類は全く必要ないんです。なぜなら、誰もが参加できる公開講座だからです。年間約200種類の講座が提供されていますが、どんな講座を選んだらいいのか、200種類を分かりやすく学習分野と3つのカテゴリーにまとめてご紹介していきます。とはいえ、この説明会は英語コースを対象とするものなので、まずは一般英語コースについて詳しくご案内していきます。実際にコースを担当する講師からのビデオメッセージも一緒にご覧いただこうと思います。続いては目的別英語コースです。一般英語コースとの違いや各スキルに特化したコースを詳しくご紹介していきます。先月スピーキングコースの体験レッスンをオンラインで開催しまして、その一部を少しだけ一緒にご覧いただこうと思います。そして約2ヶ月で英語力アップを実感するための秘訣をご紹介していきます。最後には質疑応答のお時間を設けまして、特定のコースやプログラム全般に関するご質問など、個別にお答えしていきます。最寄りの三軒茶屋駅から徒歩7分のテンプル大学ジャパンキャンパスでは、大学学部課程、大学院課程のほかに、学位取得を目的としないアカデミックイングリッシュプログラム、企業内教育プログラムや、障害教育プログラムを提供しています。約60カ国の世界中の地域から学生を迎え、すべてのプログラムの受講生を合わせると約4000人が学んでいます。私たちの障害教育は学部課程や大学院課程など大学が提供するさまざまなプログラムへの道をつなぐ橋渡しのような役割があります。障害教育で受講した法律関連コースをきっかけに、将来的にロースクールへの挑戦を視野に入れ、継続的に受講する方もいます。退職されたご夫婦揃って、障害教育で英語コースを受講した方が、お孫さんの進学先に学部課程を進めることもありました。これまでテンプル大学を知らなかった方が、障害教育の資料を見て、英語学習やアメリカの大学で学ぶことに興味を持ったと伺うこともあります。学位プログラムのように長期的な学習がご自身の生活スタイルに合わないと考える方もいらっしゃるかもしれないですね。特に日常業務に忙しい社会人の方々に、アメリカの大学という国際的な学習環境を提供し、カレッジライフを再現できる機会を提供するのが、この障害教育です。では、障害教育とはどのようなプログラムなのでしょうか。昨年、設立25周年という節目を迎えました。現在、年間を通して200以上の講座を提供しています。80名以上の講師が在籍し、これまで延べ3万名以上の受講生が参加しました。厳密な入学審査はなく、1コースから
1学期だけでも受講することができます。今、リカレント教育という言葉が注目されつつあります。大学ですが、大学生ではなく、大人の学び直しを目的に、大学の公開講座へ参加する社会人の方が増えています。生涯を通じて、誰もが学べる機会を提供し、誰もが気軽に参加できるのが、この生涯教育プログラムです。200種類のコースをざっくりと3つの学習分野に分けてみました。この説明会では、左端の語学プログラム、特に英語コースを詳しくご案内していきますが、皆様の中には、初めての学期は英語コースから受講を開始して、次の学期にはパーソナルインタレストや専門能力の育成のカテゴリーのあるコースへと挑戦していきたいという考えを持っておられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。初級から上級まで全レベルを対応する英語コースに対して、パーソナルインタレストと専門能力の育成のカテゴリーでは、語学習得という目的から離れて、各分野の専門性の高いスキルの習得を目指すことになります。ですので、求められる英語力もだんだんと高くなっていきます。ネイティブスピーカーや外国籍の受講生の方の割合も増えてきます。日本人受講生の方では、海外赴任や日常的に英語を使う仕事に携わる方の割合が増えてきます。そうした専門性の高いコースで求められる英語力を着実に身につけていただくために、そのレベルに自然と近づくことができる実践力を身につけていただけるような英語コースをご用意しています。一般英語コースについて詳しくご案内していきます。一番の特徴は、英語の4技能をバランスよくじっくりと学習しながら、段階的にレベルアップを目指すことができる、いわゆるオールラウンドプレイヤーのような総合英語学習のコースです。土曜のキャンパスでの対面授業と、平日夜間のオンラインコースから、ご自身の生活スタイルに合ったコースをお選びいただけます。各レベルで使用するテキストは、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、TED Talkのシリーズを採用しています。様々な分野の専門家たちによるプレゼンテーションを無料で視聴できる動画配信サービスの TED Talkは、世界中で支持されている英語教材の一つです。初級レベルと比べて、上級レベルで使用するテキストの内容は圧倒的に難易度が高くなります。各レベルで着実にボキャブラリー、文法、表現力を身につけられるように作成された非常に効果的な教材です。さらに購入されたテキストにはアクセスコードがありまして、シールを剥がしてそのコードをインターネットから入力してログインしていただくことで、授業以外でも様々なオンライン学習教材をご利用いただくことができます。対面授業の受講生の方はもちろん、オンライン授業の方もテンプル大学へご通学いただける場合は、大学内の施設サービスを無料で学期の期間中にご利用いただけます。大学図書館で DVD を視聴したり、英語学習教材を見たり、学習者向けの要所を探したり、図書カウンターで専門のスタッフがお手伝いします。他にもヘルプデスクが併設されたコンピューターラボでは、先ほどのテキストのインターネット学習で利用したり、技術的なご質問はヘルプデスクのスタッフが丁寧にサポートします。大学内では常に共通語は英語です。留学しなくても英語漬けになる学習環境はテンプル大学に揃っています。もちろんバイリンガルスタッフもいるのでご安心ください。初級から中級基礎、中級、中上級、上級レベルまで着実にレベルアップできる。ご自身でも英語力の向上をしっかりと実感していただける学習環境がテンプル大学にはあります。年3学期制でお申し込みを受け付けており、
ちょうど次の秋学期が9月13日から曜日ごとに順次開講していきます。一般英語コースのスケジュールをスライドではご覧いただいていますが、土曜は約4時間の授業を途中短い休憩を取りながら週1回行われます。平日夜間では約2時間の授業を火曜と木曜の週2回に分けて行います。土曜はキャンパスでの対面授業、平日はオンライン授業とお選びいただくことができます。それぞれのコースで事前にご登録をいただく必要があります。オンライン授業に慣れていない方や大学システムの利用方法など不安に感じる方には、学期開始前に Zoom で個別にオリエンテーションをご案内しています。私たちスタッフが Zoom の画面を通じて実際に授業で使用する大学システムの機能や利用方法をご説明します。受講相談という形でご予約をいただくことになります。では、レベルアップのタイミングはどうしたらいいのでしょうか。初級、中級基礎、中級レベルでは2冊のテキストがありまして、ユニットの前半と後半を2学期をかけて終了する形で構成されています。難易度の違いではなく、単純にユニットの前半か後半かの違いなので、どちらから受講を開始していただいても全く問題ないです。もし学期末になってご参加いただいたコースが難しいとまではいかなくても、もう少し同じような英語レベルで学習を継続したいなと思われたら、初級、中級基礎、中級レベルはテキストの内容が次の学期は異なりますので、2学期続けて同じコースを受講していただくこともできます。一方で、学期末の時点で英語力にも自信がついて、もう少しチャレンジしてみたいと思われたら、同じレベルのコースを必ず2学期続けて受講する必要はないので、ぜひ次のレベルへステップアップされることをお勧めします。実際に、授業を担当する講師のビデオメッセージをご紹介したいと思います。動画の途中にはちょっとした英語クイズが宿題されますので、講師の話を聞きながら画面の下に表示される英語の質問にも注目してみてください。それでは約1分半程度の動画をご覧いただきたいと思います。Hello, my name is Betty Cates. I'm from Australia. I have been teaching at Temple for about 7 years. I've been teaching for more than 25 years. I've also taught English in Brisbane, London, and Taipei. In my free time, I enjoy hiking. I like to be in nature, and it's a good way to get some exercise. I like traveling. I've been to many different countries, and going to new places is such a joy. I also like watching movies. I like all kinds of movies, but I do not enjoy horror movies. My favorite place is the beach. It's a beautiful place, and the sound of the waves is very calming, I find. I am vegan, and I am an animal rights activist. This is very important to me. I enjoy teaching. I really like to help students reach their goals, and watching students improve is very rewarding. I look forward to meeting you. いかがでしたでしょうか。一つ目の質問は講師の名前。二つ目はテンプル大学で何年教えているか。三つ目は趣味について。最後の質問は、講師が自分自身をどんな人物だと説明していますかという4つの質問がありました。動画の後半に進むにつれて、
ボキャブラリーも少しずつ難易度が上がっていたことにお気づきでしたか？一つまたは二つの質問に自信を持って聞き取れた、答えられたという方には、初級コースで基盤となるリスニングスキルを強化しつつ、しっかりと正しい英語で質問に答えられるように、英語学習に取り組んでいただければと思います。三つの質問に答えられたという方で、特に趣味について、さまざまな趣味を持つ講師なので、複数の回答を聞き取ることができたという方には、中級基礎が合っていると思います。動画全体の8割以上、しっかりと聞き取り、質問にも4つすべて答えられたという方には、中級以上をお勧めします。次のスライドでは、中級以上のレベルを目安に、さらにコースの選択肢が広がる各スキルに特化したコースを紹介していきます。各スキルに特化したコースを受講する推奨レベルとして、中級以上をご案内しています。この中級の壁を打破することが非常に重要で、英語を話す際に自然と頭の中から日本語が消えるレベルだと想像していただければと思います。あくまで目安なので、チャレンジ精神がある中級基礎の方も実際にご参加になるケースがあります。読み書きはなんとかなるけれど、発音やスピーキングに自信がないという方には、苦手なスキルに特化したコースをお選びいただくことができます。様々なテーマのコースがあり、例えば貧困や温暖化などのグローバルな問題についてリサーチをして、発表をして、それらをテーマにディスカッションを行うコースや、パブリックスピーキング、ビジネス英語とビジネススキルをバランスよく習得できるコース、各種テスト対策などをご用意しています。リスニングを強化したいと考える方には、発音記号から学び始めて、最終的には初めて目にする英単語も自然と発音が理解できるようになるコースや、ニュースの聞き取りとディスカッションを組み合わせて学習するコース、音楽を通じて英語を学習するコースなどがあります。本腰を入れて基礎から表現力を磨くまで、ライティングを集中的に学習したいと考える方には、アカデミック目的の英文エッセイとビジネス目的のメールやレポートの書き方を習得できるコースをご用意しています。ライティングレベルはトイックスコアや英検ではなかなか判断できないこともありますので、ライティングコースを受講したいけれど、コースが合っているか迷われたら、ぜひ文章サンプルを障害教育オフィス宛てにメールでお送りください。300から400ワード程度の自由テーマでご用意いただければ、3日以内にご返答させていただいて、適切なコースをご紹介いたします。テーマについては、受講目的をですね、テーマにご提出になる方の割合が多いかなと思います。最近では、IELTS や TOEFL 受験をする社会人の方も増えてきています。出題傾向や攻略法を英語で学びながら、毎週の授業で自然とリスニングを強化しながら、総合的にスコアアップを期待できるコースもご用意しています。特定のご興味をお持ちいただいているコースがありましたら、ぜひ障害教育オフィスまでお電話、メールでお問い合わせください。ウェブサイトでは、お伝えしきれないさらなるコースの詳細をご案内していきます。それでは各スキルに特化したコースを3つご紹介していきたいと思います。1つ目は自然な英語のスピーチ、スピード、リズム、抑揚のつけ方を学ぶというスピーキングコースです。たった2ヶ月の1学期でもネイティブスピーカーのような流暢さや英語の話し方を身につけることができるのでしょうか。半信半疑に思う方もいらっしゃるとは思います。カナダ出身のロン・スコット講師は東京でアクティブに演劇活動を続けている舞台人としての一面を持つ英語教育の専門家です。豊富な演劇経験を生かして独自の演習方法を指導しています。
このコースは先月、オンライン形式で体験レッスンが行われました。後ほど皆様にはその体験レッスンの一部を動画でご紹介していきます。次にご紹介するのは文法のスペシャリスト、斉藤秀明講師が担当する基礎英語文法というコースです。私自身、長く英語学習を続けてきた経験がありまして、だんだんとスピーキングに自信がつくようになって、とにかく英語のコミュニケーションが楽しいと感じる時期を通過すると、文法力の乏しさに気づいて、スピーキングにもライティングにも応用できる正しい英語は文法を習得していないといけないんじゃないかと思うことがありました。文法というと、学生時代の退屈な授業を思い出してしまうので、同じように苦手だなと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。このコースでは、文法のルールや構造を暗記するのではなく、180度勉強法を変える授業です。じっくりと文法を学び直したいというご要望を受けて、唯一英語コースの中で斉藤講師は日本語で授業を行っています。文法に関しては、TOEIC のリーディングセクションについての質問でも、どんな難しい質問にも答えてくれる講師です。次にご紹介するのは、英語ライティングのスペシャリスト、マーニー・クエの講師が担当する実践英語ライティングというコースです。独学では自らの弱点に気づきにくい点から上達が難しいと言われる英語ライティングは、文法や語彙を正確に使用し、適切かつ自然な表現に仕上げるには講師からの指導が必要です。一学期を通じて、分析型、記述型、説得型など、8種類の英文エッセイのライティングスタイルを学ぶことができます。大変お待たせいたしました。ロン・スコット講師の自然な英語のスピーチを体験レッスンのダイジェスト版として、約4分程度に凝縮した動画をご紹介します。今回は英語の質問は表示されませんので、中級レベル以上を目安とするスピーキングコースのオンライン授業に実際に参加しているような感覚でご覧いただければと思います。では動画を始めてまいります。Okay, and so, just quickly, I want to talk about these words, speed, fluency, and rhythm. Like, what does fluency even mean? I mean, there's many different ways to define the idea of fluency and being fluent.Of course, most naturally, people speak of being fluent as speaking with ease, speaking with flow, speaking without thinking or too much difficulty. Okay? But generally speaking, more importantly in English, it's not what you say, it's how you say it. Okay? And what I mean that is that it's the inflection, it's the intonation, it's the manner or the way in which you speak.Which is more important in English, more important than the word choice. Not to say word choice is not important, of course, but generally speaking, the manner or the way you speak is more important than the choice of words. Let me give you an example. Okay, so here's a short conversation. Nice to see you. Nice to see you too.Okay, very, very simple, nothing too difficult. Okay, nice to see you. Nice to see you too. Okay, so with this, so if you were to say, person A says, hello, nice to see you. Person B says, nice to see you too. Very simple. Okay, very, very flat, normal, you can understand it. But let's take the same words and change the situation. Let's imagine it's to a long lost friend. Okay, the same words.Don't change the language, but those same people are, the situation is different. They're best friends that haven't seen each other in 10 or 20 years. Nice to see you. Nice to see you too. Oh, very good. See, language didn't change, but the way I spoke changed. The volume changed, of course, but also the intonation and the speed and the emotion and the rhythm.
and the many different elements changed, but the words did not change. Okay, let's try again. One more example. Someone you think you've met before, but you're not sure. Oh. Nice to see you. Ah, yeah, nice to see you too. Yeah. And in this case, again, the way of speaking changed, but the words didn't change. But of course, you can understand from the way I spoke the situation. You understand my thinking. You understand my meaning, my feeling, my emotion. The words never changed, but the way I said them, it changed, okay? So that's really what I want to explain with fluency. So in this class, if you decide to take it or tell your friends, this is a way I teach you how to think about what words are important, which words aren't, and how to reduce things to speak it faster and to speak it more naturally. And then eventually, over time, to speak more just like me, okay? The idea, okay? And also, I think I want to just quickly mention that I'll be teaching 3 classes next semester, not just this class, the Speak Naturally class, but I also teach the General English class, the low intermediate, it's a little bit lower level. And I'll be teaching a pronunciation class as well, specifically just on how to pronounce sounds and things like that. So, okay. So thank you very much for listening. もっと続きが知りたい、練習方法を教えてほしいと思いませんでしたか？ぜひ続きはロン・スコット講師の授業にお申し込みいただいて、じっくりと1学期をかけてネイティブスピーカーのような流暢さを身につけていただきたいと思います。英語コースを担当するのは教育分野のスペシャリストです。障害教育には近隣の大使館職員のご家族や英語を母国語としない外国籍の受講生の方も参加されます。さまざまな国籍、年齢、文化や職業を持つ学生たちを指導する講師陣は十分な経験と知識を持つだけではなく、英語教授法の大学院課程または博士課程を修了している有資格者です。さらにアメリカの大学ならではの指導法、アクティブラーニングという学生が主体になって積極的に授業に参加できる指導を行っています。私たちが信頼する経験豊富な講師だからこそ、着実に語学力を身につけていただくことができます。英会話スクールに通っているのに、マンツーマンで学習を続けているのに、いざ英語を話す場面でなかなか言葉が出てこない、そのようなご相談をお問い合わせで受けることがあります。長く英語を学習されている方ほど、たったの2ヶ月1学期の間で英語力が伸びるのか半信半疑になってお申し込みを躊躇される方もいらっしゃいます。もちろん何もしないで突然英語が話せるようにはなりません。お申し込みいただいた学期の期間中、たった3つのことに取り組んでいただくことで、学期末に飛躍的な英語力の向上を実感していただくことができます。しかも、その3つはちょっとした考え方の違いで、誰にでもできることなんです。1つ目は、学習環境を変えることです。今、多くの日本の大学が、公開講座を提供しています。英語学習の選択肢は、英会話スクールのほか、社会人の方が大学で学ぶ機会も増えてきています。けれど、普段の生活と同じ環境で英語学習を続けるより、がらりと環境を変えて、海外へ生活や学習の拠点を移せたら一番理想的ですよね。コロナの影響で海外留学に不安を感じたり、まして社会人の方が生活の拠点を海外へ移すのはとても大変なことです。だからこそテンプル大学をおすすめします。一歩キャンパスに入れば共通語が英語の学習環境があります。コースへのお申し込みをされた時点で、または受講相談や
大学の施設見学でテンプル大学へお越しいただいた時点で学習環境を変えるきっかけが生まれます。2つ目の英語漬けになる時間を持つためには、毎週の固定スケジュールの授業に参加するだけで定期的に英語に触れる時間が作れます。さらにキャンパスでの対面授業とオンラインコース、どちらでもテンプル大学のシステムを介して講師へメッセージを送信したり、教材や資料、課題情報の共有などが可能になります。いくらでもプラスアルファの学習時間を作ることができます。大学内の施設サービスの一つには、オンラインで英文添削や各教科の少人数指導を無料で行うラーニングセンターがあります。コースを受講中の学期は何度でも無料の添削サービスをご利用いただくこともできます。そして意外と簡単に聞こえてしまう、実は難しい3つ目の学ぶことに遠慮しないということです。ずうずうしく学習するというと、ちょっと日本人の感覚としては抵抗がありますよね。グループ授業では時々すごく話したがる受講生様と聞き役になってばかりの受講生様がいらっしゃいます。どちらも同じ受講料を支払って同じ授業に参加をしているのに、すごくもったいないです。よく発言する受講生様が中心になって授業を進めてしまうと、気遅れしてしまってわからない部分を講師に質問できないまま、むしろ発言の邪魔をしてしまうとか迷惑をかけてしまうと感じている方もいらっしゃるようです。それはすごく日本人独特の考え方でもったいないです。オンライン授業であれば、 Zoom のチャット機能やアイコンを利用していつでも講師だけに質問のサインを送ることができます。教室での対面授業であれば、休憩時間や授業の後、または授業後に大学システムを介して講師へメッセージを送信していただくこともできます。その場で質問できなかったことは、メッセージなどを利用して24時間いつでも講師とコミュニケーションを取ることができます。聞こえは良くないのですが、ずうずうしく学習することで英語力は飛躍的に伸びます。ぜひお申し込みいただけましたら、この3つを1学期の間実践していただいて、ぜひ学期末には英語力の向上を実感していただきたいと思います。なぜテンプル大学が英語学習に最適なのか、本日の説明会で一番伝えたかったことを6つにまとめました。1つ目は、自然に英語漬けになる学習環境があるからです。2つ目は、厳しい採用基準を通過した講師陣がいるからです。3つ目は、学習目的、授業形式で選べるコースが200種類あるからです。必ず皆様に合ったコースを見つけていただくことができます。4つ目は、誰もが気軽に参加できる公開講座だからです。5つ目は、学期末に正式な学習実績の証明書としてコース修了証を授与します。6つ目は、いつでもバイリンガルスタッフが日本語でサポートしますので、安心して学習を継続していただくことができます。ぜひこの機会にテンプル大学の生涯教育で英語力アップを目指していただければと思います。そのために私たちスタッフは全力で皆様の学習をサポートしていきます。以上をもちまして、本日の説明会終了させていただきます。この秋学期にオンラインまたはキャンパスで皆様にお会いできるのを楽しみにしています。本日はありがとうございました。